乳がんの検診の精度をより高めるため、藤枝市の病院で乳房のレントゲン写真を撮影するマンモグラフィーの機器が一新されました。こちらが今回藤枝市立総合病院が新しく導入したマンモグラフィーの機器です。マンモグラフィーは乳房を挟んで X 線によるレントゲン写真を撮影し、乳がんの有無を判断するため、少しですが放射線の被曝があります。今回の新しい機器は1回の撮影で使う放射線量は以前のものより半分で、画質はより鮮明に映るのが特徴です。撮影にかかる時間もこれまでの半分の5分程度で済むということです。まあ、乳がんで死なないためには、まあ、自分でその乳腺に対する意識を高めて持っていることと、やはり定期的な検診をしっかりした期間で受けるというのが大事です。料金は最大で6220円で、藤枝市在住の40歳以上の女性を対象とした住民検診は2080円ということです。